充電器が割と一定です。あ、マイクあるんですか。これえっと、三菱電機のイベです、今回はこの前 の先々週の ELC で発表した内容をそのままちょっとショートバージョンで今回発表させていただきます。で、実際の ELC ではですね、僕と一緒にやってます、まあ、ターノの方が発表したんですが、ちょっと別件で来れなかったので一緒に、AGL をちょっとメインに見ていただいている橋本と一緒に発表させていただきます。この場合は、三菱電機の研究所の方で組み込みシステムを主に、見ています。橋本も同じ部署でやっています。で今は主に、LTSI と、まあ、AGL というものに、まあ、ちょっと、参加しながら、OSS をやり始めたというところになっています。今回のアウトラインなんですけども、ちょっとこんな形で、まあ概要を説明して、まあ、今回僕たちがやろうとしたことは何なのかというところと、まあ、警護の話と、今回は主に、僕たちがやった、まあ、自動的にテストを始めるというところと OS テストをもう一度有効的に使うにはどうしたらいいかというところと、説明して、まあ、締めたいと思います。これちょっと今年じゃなくてその前の年にも、まだ、警護になる AGL じゃなくて JTA の時に、こうやって使いましょうみたいな話をしたというのが、まだあります。で今回は、もう一度有効的に、効果的に使うにはどうしたらいいかというところを、まあ、検討して1年進めてやったので、その部分についての、まあ、共有ということが発表になります。で、そもそも、まあ、バックグラウンドとしては、まあ、Linux をたくさん使われている中で、まあ、検証をたくさんしなきゃいけないというところで、まあ、どうやって検証するのがいいのかとか、あとはテストケースがやっぱり多いとか、そういったところでいろいろ、まあ、ちょっと一人でやりきるには、ちょっと無理があるというので、いろんなものを活用していこうというのが大きなバックグラウンドになります。で、まあ、従来のテストというのは、まあ、テスターがいて自分でテストを作ってテスト自分の対象を検索だけにテストをかけて自分で結果を見て比較するというようなところになるんですけども、まあ、そうなるとテスト結果をいちいち、まあ、自分でチェック一個一個チェックしなきゃいけないとか、自分でターゲットを流し込んでテストを確認しなきゃいけないだとか、その結果をまたどうやって管理するのかというようなところで、ちょっと困って、まあ、いろいろな問題があったというところで、まあ、テストケース、テストフレームワークというものを使って、もう一度効率化にしようというのが最初のステップかなと思っています。でその時に、まあ、一番上だと簡単に結果が見えるですね、まあ、警護の図ですけども、警護だと簡単に、テストケースワンクリックでできたりとか、角度を比較できたりというのは、そういう意味ではテスト結果を簡単に管理できるというところになりますし、テストケース自身もフレームワークに登録しておけば、まあ、同じテストで違うターゲットであってもワンクリックでできると、クリックベースでできるというところが、まあ、便利になると。で一方で、まあ、ターゲットを設定してしまえば同じように、まあテスターはワンクリックで全部流し込んでテストして帰ってくるというところまでやれるので、そういったところが全部含めてテストフレームワークというのを使うのは、まあ、必須というか今後やっていかなきゃいけないことというところになっています。でその中で、まあ、フィエゴを選んだというところは、まあ、一つは、まあ、私は LTSI に入っているので、どんどんオープンソースで開発されていて誰でも、まあ、使えるし、まあ、作れるということが、一番大きなメインになっています。でまあ、実際に、まあ、当社も含め、まだ製品かどうかは別としてこういうのを使い始めようというところの企業がいくつかあるので、まあ、そういうところを協力していくにはオープンソース警護というのがベースでいいかなと思っています。で、まあ、今日も説明でありましたけれども、 AGL でも、まあ、これをベースに作っているというところで、まあ、他のコミュニティとも、まあ、協力しながら、発展が見込めるのではないかなというので、フィエゴというものを、まあ、とりあえずまずファーストのターゲットとして我々は選んでちょっと使い始めたというところになります。で、今のフィエゴを使ったわけでも十分テストフレームワークとしてはもう十分使えていて、ワンクリックで試験はできるんですけども、もう一個、やりたいことっていうのがあって、基本的には、今この状態は、テストケースはあるんですけども、ターゲットのボード上に例えばバイナリーとかを自分でセットしてとかっていうようなことになっていて、カーネルをテストするんであればカーネルのバージョンが上がるために手作業でやらなきゃいけないっていうところになっています。でそういうところも、テスターとしては負荷になるので、やっぱり、オープンソースがどん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 新しいバージョンができていくので、その追従する試験っていう意味でそういうところを、まあ、できればほとんど人の手が使われる自動化したいっていうのが一点で、テストケース自身をやっぱ作るのも大変なので、できれば、まあ、先ほどありました LTP のようなテストケースをいかに有効的に使いたいけど、まあ、どうやって使っていこうかっていうようなところの検討っていうので、まあ、この2点今回メインで話させていただきます。で僕の方でこっちの自動化の話をさせていただいて、このテストケースの分類については前回ぐらいのジャンボリーで
ターゲットに分けたりとか、こういう、ターゲットとか、ユーザーランドの違いとかっていうので分類して LTP の考察とかってしたので、その内容なのでちょっと、こちらの方はだいぶ省いて説明させていただきます。で、今回の方なんですけども、基本的に今先ほど言いましたように OSS のカーネルがどん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 出てくる中で、インハウスのパッチを当てて、インハウスのカーネルに対して試験をするっていうメンテナンス期間っていうのがあって、もうこのタイミングが基本的にはコンフリクトがしないようなイメージなので基本的に自動化で、もしコンフリクトがした場合には、自分でそこの部分は、マニュアルでというか自分たちで目視でチェックするっていうのが前提になっています。で、実際にこれの最初のきっかけは実は LTSI の方で、LTSI の、追従っていうところでそのちょっと自動化部分的にもできないかっていうところで、アイディアもらって始めた内容で、なのでもうインハウスのところも例えば LTS のパッチに変えてもらえれば同じような仕組みで、同じようなテストはすることが回せるかなと思っています。で、やったことっていうところなんですけども、この部分はもう、フィエゴ、ソンフィエゴでも AGLJT でも同じもんで、テストをビルドして、テストを、作って、ターゲットに回して、結果出して、結果を確認するっていう部分が、出来上がっているので、その前段階で、LTS とか LTSI とか、インハウスのツリーから、自分たちがまず現金して持ってきて、それをカーネルをビルドして、それを、もうそのターゲットに、ビルドをかけて、それでボードを起動させて、っていう準備まで全部、自動でやって、この後は今まで通り、現金するあの JTA とか KM の中で、ビルドを回してあげる、テストのビルドを回してあげるっていうのは上の部分になってます。で今回、全体、この後細かいこのタスクの、ジョブの設定の説明とかしていくんですけども、今回は、ラズベリーパイのカーネルの上に、LTS のパッチを当てて、ラズベリーパイの上でブートさせるっていうような仕組みを取ってます。で、なので、ツリーがラズベリーパイのカーネルのツリーと LTS を取ってきて、ビルドの方でパッチを当てるところから、ラズベリーパイに、イメージを作るビルドまでやってます。基本的には全部ジェンキンスのジョブとして実装していて、基本的には全部スクリプトでベースでやっているものになります。最初は最初のステップの設置のところなんですけど、基本的にはジェンキンスのジョブの設定になるので、資料はアップロードしていただいて、しているのとしていただいたので、詳細をここ見ていただければ同じようにジョブを作っていただければできると思います。で基本的には、ラズベリーパイのカーネルを取るジョブと、LTSI のパッチを取ってくるジョブっていうのを2つ用意して、Git のリポジトリとか、ブランチのバージョンを合わせたりとか、いうところの設定を両方ともにかけていく。基本的には同じように設定を変えていってダウンロードしてくるっていうところになります。で、あとは自動的にやるっていうところで、ポーリングを使って今はやらせています。深夜の23時ぐらいになったときに、どちらでも大丈夫なんですけども、ラズベリーパイのカーネルか LTSI のリポジトリがバージョンアップしたら取ってくるというところになります。で取ってきた後、先ほどの2ステップ目のビルドを実行するっていうような組み方をしています。なので今回の場合、こっちですと、LTSI の、バージョンが上がった時に自動的に、この全部が動いて、LTSI のパッチが当たったラズベリーパイのカーネルをビルドするっていうジョブが次に動くような設定になってます。で、そのビルドの、設定なんですけども、これビルドをするために、一つだけジェンキンスのプラグインを追加してます。このプラグインは基本的には、一つのジョブで2つの、リポジトリを扱うようにするための、プラグインで、これを入れることによってラズベリーパイの、ツリーと、LTSI のツリー両方とも扱うようなプラグインを入れています。で、こちらも同じように、先ほどの一つ手前のジョブの、ワークスペースから、リポジトリをコピーしてくるような形を取っていて、同じように、LTSI の最新バージョンの 4.1 とかの、ブランチを選択するような、グループ2つ目のジョブを作っています。で、これは同じく、LTSI 側の方の、選択です。LTSI 側のパッチのリポジトリを自分の運転、1つ目のジョブから2つ目のジョブにコピーしてくるというような動作をしています。でこの後ちょっと見にくいんですけど、ここの、ビルドのところで、シェルを実行するようにしていて、
一番最初の部分の、LTSI の発自身がキュートコマンドに対応しているので、キュートコマンドを使うための設定であったりとか、クロスコンパイラー用の設定っていうのを、一番上でやってます。で、その後この部分が、ちょっと今回特殊といえば特殊で、LTSI のカーネルのバージョンと、ラズベリーパイのカーネルのバージョンが、そのまま完全に一致するものがないので、今回は LTSI のカーネルパッチの中に含まれているカーネルバージョンという、ところと、メイクファイルにカーネルバージョンが書かれているので、その部分だけを ラズベリーパイの 4.1 の最新と合うように、スクリプトベースでグニョグニョして書き換えます。で最新版の、ラズベリーパイの 4.1 カーネルに LTSI のカーネルが当たるように、作っている部分になります。でそれが終わった後、その、パッチを、LTSI のパッチを、ラズベリーパイのカーネルに当てて、ラズベリーパイ2用のメイクコンフィグを当てて、メイクすると。でこのタイミングで、カーネルの、イメージが出来上がりますので、それを一応、バージョンとかを、後から見やすいように、ファイルをコピーして後ろにカーネルバージョンだけ名前を付けるような形にして、ソースコードの当たったソースコード自身を取っておきたかったので、その部分をターンにして固めるというようなこの2つをやっています。そんで一応、パッチがちゃんと外せることを確認するためにパッチの外すコマンドを入れています。でそのバイナリーと、ソースコードのパッチが当たったソースコード自身を記録するようにしております。さっきの実はファイル名、その2つのファイル名が一応最初に LTSI アンダーバーの GZ イメージと LTSI アンダーバーソースになっているので、アスタリスクを使って、ワイルドカードを使ってその2つのバイナリーを保存する、現金の中で保存するように、処理を足しています。でその後に、ラズベリーが起動するためのジョブの設定を入れて、で一応、僕の方で、はもう一つ、プラグインを追加していて、一回ビルド終わるたびにワークスペースを全部消すっていうような処理をさせてます。でそうすると、ツリーもペンキを押すときもワークスペースの足しとかは絶対に使わないので、フリーな状態で確実にできるっていうことを確認するためにやってます。で一応ワークスペース自身も基本的には、上の方で固めているので、必要になればソースコードが確認できるというような状況で、作りました。で実際この時は、その今のビルドが終わったときには、サクセスフルっていうようなのが、コンソールアウトプットとして、次にランの、ラズベリーパイが起動していることが分かるっていうところになります。で、こっちが、ジョブの部分の一番トップページの部分に最新の、ターで固めたもの、ソースコードと、BZIP のイメージが共有できるので、GUI 上からもこれをダウンロードしてきて中を確認するっていうようなことができるような、見た目になっています。で一番最後これを、デプロイして、カーネルを起動するというところなんですけれども、基本的に、下準備として Uboot に、TFTP ブートができるような Uboot を用意しておくとか、今回ラズベリーパイで ARM なので、DTB のファイルとかは事前に、作って TFTP サーバーと同じ位置に置いておくとか、ブートファイルシステムは、もちろん、ボード上に ESD カードにやってもいいんですけども、今回は NF サーバーでマウントするような仕組みにしていて、なんで、ラズベリーパイ上には Uboot のみが焼かれている状態で、あとは起動したところでカーネルロードして、ブートファイルをマウントするような仕組みになっています。で、こっちからも先ほど、質問させていただいたんですけど、電源オンオフの装置何使ってますかっていうところで、同じような装置、使ってます。でこれも同じようにリモート電源の一つで、今回はこれを GUI、ウェブベースでもアクセスできるんですけども、テルネットが使えるので、テルネットのオート、ネゴシエーションみたいな形でこっちで実装しておいて、特定の、電源オンオフするような仕組みを、入れてます。でなので電源がスイッチオフからオンに上がった時に自動的にボードが起動して、TFTP のロードしてマウンドするというような仕組みになっています。で、そのためのジョブとしては、今回、ランっていうふうにしているんですけども、でここで先ほど、アーカイブしておいたの成果物になる、イメージと、ソースのうちのイメージだけを、こちらの方に、コピーしてきて、それを、
NFS サーバーの方にコピーするような仕組みにしています。実際のこの時は、まあ、セルスクリプトを動かしてるんですけども、最初コピーしてきた先ほどの、カーネルのイメージを TFTP の、サーバーに、コピーします。でその後、先ほど説明したあのリモート電源の装置を自動で、オンオフするようなスクリプトを書いていて、で、この、ゼロで一回電源を確実に落として、一応電源ちょっとラグがあるので2秒ぐらい待ってで実際に電源上げると、で上げた時に、スリープレスも30秒ぐらい待って適当にラズベリーから起動するのを待っている状態です。でその後起動したかを確認するために、ちょっとシリアルが今あのピエゴではそんなにすぐには使いにくいので、ピングで、使って、ネットワークが起動していますかっていう確認した後に、一応起動メッセージにエラーが出てないかを確認する意味を含めて E メッセージを取得するっていうような、簡単な2つの、まあ、試験を入れています。で最後に、コピーした、イメージを削除するっていうようなスクリプトを書いて、これで自動的に上がるようにしています。でその時の経過ですね、上の方がネットワークがつながっている時は普通にログとしてピングが通っていることがログで確認できて、その後、D メッセージを、まあ、SSH 経由で取得していくっていうのがピエゴの中のコンソールアウトプットの中で見ることができます。で一番最後に同じようにサクセスフルになっていると、実際に取得できたことを確認するっていうのがちょっと全体の大きな流れです。でちょっと、この際自動的に起動するところの、動画だけをちょっと持ってきたので、ご紹介します。デモの方では AGL-JPA の方をベースに作っているんですけども、これが先ほどの、なってます。で、見ましたなってます。で普通は前の状況から10にちょっと実行されるんですけども、今回は一応デモなので自分自身でビルドをかけるようになってます。でこっち側が一応各動画、カーネルが起動したことを確認するためにラズベリーパイに対してコンソールを表示されています。なので実際にはビルドのランを選んで実行中にコンソール画面を見ると、この段階で電源オンオフが始まっている状態になっていて、でそれに従って、動いてですね、ロードが動いて、ダメですね。
自動的に起動するというところがこうな、動いています。でその間こちらは30秒ほど待っているという状況になっています。でこちらログイン画面が、出ている状態で、待機して通知であればこの後次の動画を実行して、テストを動かすことができるのが整ったという状態になっています。で一応コネクションの確認で、ピングと、D メッセージの取得ということをしているので後からコンソールベースで確認することができるような仕組みを作っています。というのが今回試してやってみたことというのと実際に発表した内容になります。で今回作ったことも大まかとしては下の部分はフィエゴの標準的な機能を使うということを前提にして、フィエゴの上側で何をやるかというところで、3つのステップを追加して自動起動まで、やったというのが今回になります。で次にここに、じゃあここから説明変わらせてもらいます。OSS これ ELC で、ただの方が説明したやつなのでちょっと僕がうまく説明できるかわからないんですけど、OSS の、 デストスイーツの有効活用について、の話になります。テストケースっていうのは、OSS のテストケースはたくさんあるんですけど、これを有効活用していきましょうっていう話の流れです。で、テストケースそもそも開発するとものすごい時間かかるんですけど、 Linux に関しては Linux カーネル、特に Linux カーネルとかなんですけど、OSS のテストケースっていうのはもういろいろ存在しているので、それをいかに有効活用していくかっていうのが大きいところかなという感じです。で、テスト OSS のテストケース、たくさんあるんですけど、特定の試験対象や試験環境に、フォーカスされて作られているので、なかなかパスしないっていう問題が、あります。でそこで、その OSS のテストケースを有効活用するために、テストケースをカテゴライズしていくっていうような流れを、やっていますっていう紹介になります。一応 LTP を使った、例で説明していきます。で、OSS のテストケース、1回目と2回目が、まず最初に、OSS のテストケースを、ざっと流し実行します。でその時に、そのテストケースパスとテイルっていうのは、出ると思うんですけど、それをうまくカテゴライズしていくっていうのと、2回目以降、それ以降は、その1回目の結果を踏まえて、調査パスのケースに対して調査が必要なのかどうかっていうのを、判定する、判断するっていうような流れを、考えています。これが大体テストケースの流れなんですけど、この辺の説明は、ジャンブリーの5中語とかでやってるので、この辺はスキップしたいと思います。カテゴライズ、LTP のテストケースに関しては32ビットアーキテクチャであったり、例えばカーネルの 4.0 以降であったりっていうような、テストケースが、試験できるテストとそうではないテストっていうのがあるので、そういうのをカテゴライズして分けて使い分けていきましょうという話を、昔されたと聞いてます。なのでちょっとここは、飛ばします。で、その結果を踏まえて2回目のテストケース、2回目以降のテストをやったときにどうしていくかっていう話なんですけど、
そのパスフェイルが出た結果を踏まえて、まあ、次の試行回数の時、次の試行の時に、テスト試行の時に、そのパスがパスの、のままだった、フェイルがフェイルのままだったっていう、あのテスト結果に変化がなければ、それは、まあ、1回目で問題ないとしているのであれば、まあ、問題ないのであろうという考えのもと、まあ、あのテスト結果を前回と比較して、変化がなければ、まあ、デグレなんかは起こってないだろうというチェックを行う。で、まあ、そこのチェックで、パスだったのにフェイルになったっていうようなのがあれば、そのテストケースに関して、調査していく必要があるのではないかっていうことが分かるのかなという話です。で、まあ、一応こんなので、まあ、それぞれ、スクリプトは、まあ、自動実行できるので、スクリプトなんかを用意してあげると、まあ、自動実行ができますよっていうことを言っています。で、一応これで以上になります。何か質問等あればお願いします。テスト関係ってあんまり全然分かってないので、ちょっと素人的な質問なんですけど、HL なりその LTSI なりで、フェーボがその標準っていうか使うってことになってて、そのフレームワークが決まってて、そこはまあ共有されてるんだと思うんですけど、その全体で。で共有される部分と各社が自分でこうインハウスでやる部分っていうのなんかこう切り分けみたいなのがどうなってるのか、あれインハウスでやってるところってどんどん共有の方に行くのか、あれやっぱりなんか残り続ける部分があるのか、なんかその辺のなんていうんですかね、考え方ってどうなってるんでしょうか。AGL-JTA あのフレームワークの中に例えばそのテストを、フレームワークは、インハウスで使うけど、そこにインハウスのテストを入れていくっていうような感想を言われてます。共有されてる部分と、はい、共有はしないなんかノウハウの部分みたいな、どうテストの部分どう分かるか、インハウスとコミュニティ側でっていうことですか。ちょっとインハウスでは三菱ではあんまりインハウスでそこまで使ってきてないので、あまりそこの基本共有って考えてるんですけど、坂上さんの方って何かあります？難しいですね。線引き多分ないですよね。そうですね。あ、結局インハウスのテストケースって結局はインハウスのソースコードなので、だからソースコードが出てるんであればテストケースも多分みんなシェアすることになると思うし、出てないんだったらインハウスのままかなと思ってるんですけど、で AGL も厳密にどこまでじゃあテストしてるかっていうと、ちょっといろいろ上というか、各社が今自分たちでやりたいところしか実はテストしてないっていうのもあるので、例えばそのリリースするソフトごとに LTP の結果だったりとか、まあ、ベンチマークの結果だったりとかっていうのを誰かが、AGL のソフトとして QA してるかっていうと、まだそこはできてないので、多分もう半年か1年ぐらい先ぐらいかかるんじゃないかなってちょっと思ってるんですけど、そんな状況です。結局フェイルが出ることが正しかったりとか、することが正しかったりとかいろいろあるので、ある時点の結果が正しい、このセットが正しいものだっていうことを例えば定義して、そこで比較する
くいずれしても発生してないかとか、それにできるといいんですよね。何をベースにやれば一番みんなが苦労せずにやれますかね。やった方がいいなと思ってるんですけど、なかなかちょっと手も回ってないっていうのはちょっと実情としてはあるんですけど、なんか叩きとなるトリガーをやれば皆さんが協力してもらえるんだったらやってみからとちょっと思ってもいるんですけど、そのボードが違うっていうのもちょっとあるじゃないですか。ボードごとに多分正しい結果っていうのがこれだというのを一旦定義すると、あとはずっとなんか同じのをテストやってるとリグレーションが発生するかどうかを比較し続けることができるっていうのは多分そうなること。どうしてもなんか最初はね、あの指標点が入らないといけないと思うんですよ、はい、これが正しい結果だっていうことを言ってますけど、その結果が分かった時点であとはオートメーションができれば一番嬉しいんじゃないかなと個人的には。その問題がその質問かなり難しいんですよ、ね。おそらくこれから先にいてスプレーがあって、どこのところまで来るかって言って、どこのところを社内でやらざるを得ないかっていうのは、それぞれの会社の中でそれぞれの都合によって変わってくる。それによって逆に言うと、このこういう場で公共でできるところってどこにあるか。微妙に交差が出てきたりとかするというのは常にあるんですけど、これは草上さんがおっしゃったように何か誰かトリガーないので、それでいやうちはここまでうちはここまでってそれぞれこうやっていくしかないんだろうと。参考までに教えてほしいんですけど、例えば今 AGL ってカーネルのバージョン 3.14 をサポートしてるっていうんですけど、あれ実はちょっと間違ってて、例えば僕らが使ってるポータって 3.10 なんですね。なのでそのボードとカーネルバージョンと翼とのベースバージョンとか結構バリエーションがある中で、どのボードとそのソフトの組み合わせだったらその LTP の、 その情報共有が一番やりやすくなると思います。ポーターは僕ら使ってるんでポーターの LTP の結果とかすぐ出せるんですけど、ポーターって多分あんまなかなか買えないので不人気というかあんま流行ってないんですよね。ちょっとラズパイ汎用機はもちろん買いやすいんですけど、汎用機はそのまま近いもの自分の製品に近いものかって言われると多分みんな違うと思っていて、結局は、多分自社のボードというか、ターゲットに近いリファレンスボードを多分導入すると思うので、入手のしやすさと多分違うところなのかなと思って、アームのベースのラズベリーパイの成果っていうのは出せるんですけど、それをそのまま利用できるかっていうのがちょっと難しいなと思っていて、その部分は、これっていうのはちょっと今はアーム用とアーム64に近い、ドラゴンボールとか多分そういうクリケットしかないかなっていうのが僕の本音ですね。例えばドラゴンボードでAGL の、 今なんていうんですか JT 動かそうって今進めてるんですけど、あれで LTP とかも動かして結果を各社でシェアするってなった場合にドラゴンボードが一番今この時点だと最適ですかね。ルネサスさんだと結構先になっちゃうし、結局ラズベリーパイ3も結局64ビットのアームに統括したときに今動いてるやつってなると、ドラゴンボードぐらいしかなくて、一応ラズベリーパイ3にもカーネルの起動とかまではいけるんですけど、その上がちょっとイグザなのはまでの起動が見れなくて、ちょっとまだ時間かかりそうかなっていう、今の段階で見ていくんだったらドラゴンボードが一番楽なのかなと思って、感傷東芝さんとかリクエストありますか。ドラゴンボードの環境で LTP 動かした、結果を各社でシェアしようかなってちょっと思ってみるんですけど、どのボードをみんなが買えるボードって話になると、どれがいいかってあります。いやもうビーグルボーンブラックとかアルテラのサイクロンタイプとか、でもできればドラゴンボードもいいですよ。
最近、最近いろいろボード買ってみて、はい、いろんなのに対応できるようになってるんですけど。じゃあまずはちょっとうまくいくかどうかわかんないですけど、ドラゴンボードで LTP の結果をシェアできるようなことをちょっと動こうと思うので、で、実はちょっと身内の話になっちゃうんですけど、僕らが今 AGA で活動してるグループ会社の方が今担当変わることになってしまって、ちょっと今すぐには対応できないんですけど、ちょっと 2,3 ヶ月の長いスパンで対応しこうと思うので、そこはちょっとまた各社さんにも声かけさせていただきます。大丈夫です、ノーコミットメントノーオブリケーション。例えば私のボードを決めるところで、はい、AGL の話だとちょっと気になる点としては、トヨタさん、一番 AGL で引っ張られてるトヨタさんからの発信で、ハードウェアもリファレンス決めましょうというようなお話とかがあって、そこのリファレンス、OEM さん、本田さんとか今日いらっしゃってますけど、そこら辺で何が決まるかっていうところもちょっと注目しとかないと、せっかく結果を出てきてもそこの線とずれちゃうとまたどうなるかなっていうところがちょっと気にはなる。今 AGL だと OEM が AGL のリファレンスコードを決めて、でそれを作って、でその上で AGL のソフトを動かそうって話もあるんですけど、スパンで言ったら短くないと思ってるんですね。簡単にボードもできないし、でかつそういうボードって安くは買えないし、一般の人ってなかなか入手できないと思ってるんですね。なので今ラズパイとかドラゴンボールサポートがあるような形の、やっぱ誰でも買えるボードっていうのを増やさないとコミュニティに人入ってきてこれない、来ないので、なんでコミュニティでそういうボードをサポートするっていうのは絶対あると思うんですよ。まあそうですね、はい、それって実は AGL で COP でも実はリファレンスっていうか何かボードを決めようって話があって、はい、で一つ重要な条件がバイナリーソースコードにバイナリーが含まれてないことです。ラズパイが、そこの条件に本当はラズパイ使いたかったんですけど、はい、それがあってラズパイちょっと選べないよねっていう話になって、実はビーグルボングラフトっていう話になってきます、まあ、そういったところも含めてコミュニティーの人にカーネルを何か入れたいとか、そういったところでテストするってことを含めて考えたときに、できるところがどこまであるかっていうのもすごい重要なファクターになるんじゃないかな。その話で言ったら僕ドラゴンボードって全然触ってもないんですけど、バイナリーが入っちゃってるとかっていうのは、一応ドライバーとかグラフィックのドライバーとかはバイナリーになってます。ただ一応ビット経由で落としてきて配置っていう形なんで、まあ、そんなには気にしたことはない。ドラゴンボードでやってダメだったらまた抱えてくれていいですね。手元にあるっていう意味では、うちもドラゴンボード持ってたりとか、ハイキーとかに持ってたりとか、まあ、いろいろそういう楽しもうというのはあるので、だから結果をシェアするっていうのはやっぱり入れやすいっていうのもあるとは思うので、オープンな場で組み込んでやるっていうのだったら、まあ、ラズパイっていうのも大きな選択肢かなと。今ちょうどドラゴンボードをその AGL の JT でサポートするっていうのが AI として上がっててやってるので、ちょっとその延長線上で LTP の そのシェアできるようなことをちょっと考えてやっていける、まずはやっていこうかなって思ってます。何かそのシェアっていうのは結果って何ていうんですか、さっき何を言うの発表もあったんですけど、ある程度こう解析された状態でのシェアなのか、それとも生データをシェアしたいのか、それはできれば両方っていうか、生データをシェアした上で解析スクリプトでもなんか綺麗にまとまってて一番嬉しいなと思うんですけど、ちょっとそこは相談しながらでもいいですか。いいですし、そういったところはうちそういうのコントリビューションできるので、
っけな、パスとかそういう、結構その本当にフェールなのかどうかって見るのが大変じゃないですか。ノウハウが結構必要かなと思ってて、でボードが変わるとまたゼロからスタートなんで結構苦労すると思うので、そこは知見があるんだったらぜひ助けてもらった方が。うちはあれですよ、フェールで出るのはフェールとして見てはいるんですけど、はい、フェールであることが正しいかどうかをもう一回チェックしていて、うん、それはそのフェールが正しいんだっていうのをちゃんと見てます。なのでパスじゃなくて、要はお前と同じセットの結果が出ているものが重要。さて、ちょっと時間のあれがあるので、そろそろあの拍手をしたいんですけど、はい、じゃあ続いてルネサスの